はい、皆さんこんにちは。プラス1ポイントの響きです。では今回は 14-2 のモデルアンサーを作成していきましょう。ライティングのタスク1ですね。はい、お手元に本がある方は、グラフを見ながら考えてみましょう。はい、で今回の問題は、バーチャートと、まあ、テーブルを組み合わせたタイプですね。この、まあ、グラフだけではなくって表もあるっていう時点で結構ね、なんか、嫌な方もいらっしゃるかなと思いますが、まあ、それぞれですね、何を示しているかっていうのをまず考えていただいて、で、まあ、その情報を順番にこう、まあ、まとめながら書いていくということはね、いつものレポートと一緒ですので、はい、順番にやっていきましょう。で、インストラクションもね、長くなっています。2つグラフがあるので、それぞれについて説明されていますね。まず1つ目のグラフがこちらに書いているところですね。The chart below shows the value of one country's exports in various categories during 2015 and 2016 ですね。2015年と2016年の、まあ、2年にわたっての、様々なカテゴリーですね。輸出品のカテゴリーについて、まあ、ある国、one country としか書いてないですけれども、の、バリューを書いてるわけですね。この縦軸を見ると、dollars, billions って書いてるので、まあ、金額で表してるわけですね。量ではなくて金額で表してるってことがわかります。はい。それからテーブルの方は何を書いているかっていうと、The table shows the percentage change in each category of exports in 2016 compared with 2015. はい。で、この2015年に比べて2016年のそれぞれのカテゴリーですね。この輸出品のそれぞれのカテゴリーで何パーセント変化をしたかっていうのが、まあ、このテーブルにまとめてありますというふうに書いてあるわけですね。はい。で、まあ、グラフをね、見慣れてる方っていうのは、この時点で、親ってちょっと気づくんじゃないかなと思うんですよね。どういうことかっていうと、例えば、テーブルの方を見ていただくと、ペトロリアムプロダクツって書いてます。で、これが、まあ、3% アップっていうふうに、模式的に書いてあるわけですけども、これって、グラフを見れば、まあ、書いてる情報なんですよね。もちろん、その計算をしないといけないので、それをまあ、計算してくれてるわけですけども、要はこの、2015年の、棒グラフと2016年の棒グラフを比べたときに 3% アップしているということしか、まあ、書いてないわけですね。同じように、エンジニアグッズも 8.5% アップ、それから、まあ、ジェームス・エンチュアリー、これが 5.1% ダウンというふうにですね、まあ、ちゃんと計算をすれば、実はこのテーブルの情報というのはいらないんですけれども、まあ、それを親切に変えてくれているだけなので、実質、まあ、この棒グラフだけを見ていけばいいということになりますね。計算値を変えてくれているというふうにだけ思えばいいわけです。はい。なので、なんかそのパターン化して考えてしまって、例えばボディ1に棒グラフを書こう、ボディ2に、テーブルを書こうとかってやっちゃうと、情報がこう重複してくることになりますので、まあ、今回の場合は、棒グラフがメインで、テーブルの値は、まあ、数値を与えてくれてるだけという認識でいいかなと思います。特にこのテーブルから何か新しく得られる情報っていうのは実はないんですね。はい。そのあたりちょっと注意したいところになります。はい。なので、まあ、構成をいつも考えるときにですね、タスク1の構成、毎回申し上げてますけれども、イントロダクションに、まず今回のそのレポートが何のレポートであるかという説明をします。今回の場合であれば、この棒グラフが何を表しているかということを書きますね。それからテーブルが何を表しているかも書いてもいいと思います。で、その後、オーバービューと呼ばれる全体像の把握ですね。全体としてこんなことが言えますということを、まあ、1文ないし2文で書きます。で、その後、まあ、ボディに入っていくわけですけれども、で、ボディ1、ボディ2っていうふうに考えるときに、先ほど言ったようにこのバーチャートとですね、テーブルっていうふうに分けちゃうと、情報が割と被ってくる可能性があるので、今回の場合であれば、2015年と2016年とか、そういうふうに分けていく方が分けやすいんじゃないかなと思います。まあもちろんカテゴリーで分けていくこともできますね。2015年に比べて増えたものと、それから減ったものっていうような分け方もできるでしょうし、うん、まあそのあたりですかね、分けれるとしたらね。他の分け方はちょっとなかなか統一性がないかなと思いますので、そのどちらかかなと思います。まあ、今回は年でね、分けていこうかなと思います。はい、それではね、イントロダクションから書いていきます。で、これは長いんですけれども、これは全部書く必要はないですので、少しまあ、はしょりながらですね、書いていこうかなと思います。チャートですけども、バーグラフ。ね、コンペアンス。Export earnings. Export earnings っていうのはグラフのタイトルになっているところですね。これを使うといいかなと思いますね。In five different categories.
two consecutive years of 2015 and 2016。はい、このバーグラフというのは2015年と2016年という連続する2年の5つの違うカテゴリーにおけるエクスポートアーニングスですね、輸出によるまあ収入を比較したものですという言い方をしていますね。はい、で、そうだな、まあ、テーブルもちょっと触れましょうかね。 The percentage change of each category is shownin the table overall。 はい、overall として何が言えるかっていうと、まあ、全体としてこのジェム&ジェリー以外は増えているということでしょうか。 all categories but gems and jewelry。 スペリングが難しいですね。そうですね、うん、このスペリングに合わせておきましょう。はい、このジェムセンジュリー以外のカテゴリーは、まあ、増えたということなんで showed a growth。 はい、こんな感じでいいかなと思います。あんまりたくさん書くとね、文字数が多くなっちゃいますので。はい、で、まあ、2015年にどうであったか、2016年にどうなったかっていう話を、まあ、変えていく感じを想定しながらですね、2015年のところをまとめていきます。 The earnings of petroleum products。 でこのカテゴリーは、このグラフの中では大文字で書いてるんですけれども、まあ、一般名称なので小文字で書いてもらって大丈夫です。固有名詞であれば大文字でそのまま書きますけれども、まあ、petroleum products ってね、石油製品って言ってるだけですから、特に何も何か固有のものを表してるわけじゃないですので、小文字で書いてもらって大丈夫です。でこのあたりは別にね、言い換える必要はないですので、カテゴリーはそのまま使ってもらっていいです。はい、もちろん説明していっても構わないんですけども、長くなると思いますのでね、はい、そのまま使ってもらっていいかなと思います。2015年にはこの petroleum products のアーニングっていうのは、一番高かったですよね。60.12 billion ぐらいありますか。The highest at $61 billion。 はい、いくつかまあ注意するところがありますけど、まず前置詞ですね、この highest って言った後に数値を一緒に言いたい場合は at っていう前置詞を使います。 at $61 billion。 それから単位ですね、ビリオンズって書いてます。で、このビリオンズって書いてるのは、グラフの単位として、ビリオン単位で書いていますっていう意味ですので、実際にはビリオンには S がつかないです。この、ダラーで書いてるんだけども、カッコビリオンズ単位ですよっていう意味の時にだけ S がつきます。もしくは、ビリオンズオブダラーズっていう時はもちろん S がつくんですけども、何ビリオンダラーっていう時は、ビリオンズダラーズとは言わずにですね、後ろの方にだけ S がつきますから注意してください。はい。もちろん、そのミリオンとかタウゼンとか全部同じですね。しちゃいましょうかね。 which was followed by、次に多かったのが engineered goods ですね。 engineered goods 一緒ですね。いくつですかね。57ぐらいですか。 billion dollars。 はい、これでまあ上位に2つをね、説明したことになります。2015年の上位2つを説明しました。で、3つ目に来るのがジェームス&ジュエリーですから、ジェームス&ジュエル、あ、違う。ジュエリーってすごくスペリングがね、難しいですよね。いつも書けないんですけども、まあ、グラフにね、書いてあるのでね、これをそのまま見ながら、正確に写したらいいかなと思います。43ビリオンですね。$43 billion。 were exported in this year。 はい、
ね、ちょっと違う表現を入れてみましたけども、43ビリオンダラーに相当するジェームセンジュエリーが、まあ、この年にエクスポートされましたという言い方をしてみました。In this year っていうのは、まあ、その年にっていうことで、2015年にっていうことですね。in がなかったら今年っていう意味になってしまいますから、これは in を入れないといけなくなります。で、あと残りですね、agricultural products と textile ですね。the export earnings of agricultural agriculture related にしましょうか。products and textiles、まあ、別に無理に変える必要はないんですけども、ちょっと表現を出しておきますね。 textiles は、32と and 26 billion dollars respectively、ね、タスク1の必須の表現ですけども、 respectively それぞれって意味になりますね。最後、まあ細かなところなんでまとめて書いていますね。農業関連のプロダクトとかテクスタイルですね、まあ、洋服とかですね、そういったものによる、エクスポートアーニングスっていうのはそれぞれ32ビリオンと26ビリオンでしたということで、まあ、2015年のグラフのデータはこれで全部説明したことになります。はい、でここまではですね、特に比較がないです。まあ、入れてもよかったんですけども、とりあえず説明をねしました。で、2016年になると、この2015年からどうなったっていう変化をね入れながら書いていくことになります。はい、そのあたりがボディ1とボディ2で変わってくるところかなと思いますね。ボディ2は、増えた減ったとかですね、何パーセントとか、そういった表現も、入ってくることになります。このテーブルに書かれているパーセントの変化とかですね、そのあたりを使って書いていきます。はい、では2016年どうなったかですけれども、同じくまたこのペトロリアムから順番にいきます。一番多いところですね。Petroleum products。 そうだな。Financial evaluation、とかにしましょうかね。 Of exported petroleum products、輸出されている、輸出されたペトロリウム石油製品の、まあ、金銭的な評価額みたいな感じの意味でしょうか。Increased、by 3% to、63 billion dollars。 はい、ちょっと説明してみましょう。まあ、ここは先ほど説明した通りです。石油製品、輸出された石油製品の経済的な評価額は、ここまではね、そんなに難しくない、難しくないとか、難しいですけどもね、別に難しければこれ取っちゃっても構いません。これでもいいですね。はい。Petroleum products increase でもいいと思います。はい。で、ここから先ですね、タスク1でよく使う表現です。increase by 3%。この by は、3% の、差を表す場合ですね。3% 増えました。で、どこの値に達したかっていうと、to、63 billion dollars になりましたってことですね。はい、もちろんこの from 62 1 billion 1か2か billion dollars からっていうふうに言ってもいいんですが、その値はもう上でね出してますので、これを繰り返して出す必要はないですから、まあ、差とそれから到達地点と、まあ、説明したという感じでしょうか。はい、同様にエンジニアードグッズもいきましょう。エンジニアードグッズ showed、higher growth。このペトロリウムよりもさらに成長していますよね。エンジニアが 8.5% ですからね。of 8.5% from 2015 reaching 62 billion dollars。 はい、こんな感じでしょうか。で、3つ目ですね。ジェームセンジュエリーが、まあ、下がった。これ最後に書きましょうかね。増えたものをまとめていっちゃいましょうか。じゃあ、アグリカルチャーとテクスタイルは、アグリカルチャーはほとんど変わってないですね。0.81。それに対してテクスタイルがものすごく増えてますよね。なので、2つまとめて書くとすると、while agricultural
products gained 0.81%. From the previous year to 32.5 billion dollars. Textile showed the highest growth of 15.24%. in the corresponding period, reaching the same value as agricultural products. はい。ちょっとね、長くなりましたけども、まあ、いろんな表現を混ぜてみました。まあ、二つ比較をするので、まず while っていうので、節をね、区切っています。こういった一方で、こういう風になりました。で、前半で agricultural products の話をしています。gained 0.81%、0.81% をゲインした。前の年から比べてですね。で、どこに達したかっていうと、$232.5 billion。これが一つですね。で、後半、テキスタイルの方はどうなったかっていうと、show the highest growth。一番成長した。この5つのカテゴリーの中で一番成長した。何パーセントかっていうと、15.24%。で、in the corresponding period。まあ、corresponding っていうのは、その他に、他で言っていたピリオドと同じ、それに相当する期間でっていう意味ですね。で、reaching the same value as agricultural products。まあ、ほぼ同じところに到達したということですね。はい。で、最後残ったところが、ジェームズ・ジュリーが、まあ、唯一下がったところで、どうなったかっていう説明をしたら終わりになります。The sole category that showed negative growth was James and Jewelry.ショート、ネガティブにしましょうかね。うん、ここはつけてますもんね。どっちでもいい気がしますけども。Which decreased by 5.18% to 41 million dollars.はい。という感じになりました。全体で171ワードですね。はい。ということでね。まあ、書いてみると簡単だったんじゃないですかね。この多分問題は結構簡単な方だと思います。なんでかっていうと、まあ、情報がまずそんなにたくさんなくて、順番に書いていくだけでちょうど150ぐらいになるエッセイなんですよ。レポートなんですよね。まあ、唯一難しいとしたら、このテーブルが表しているものとグラフが表しているものが重複しているということに、気づけるかどうかだけじゃないでしょうか。はい。もうグラフによってはですね、本当に情報がすごく少なすぎたりですね、逆にものすごく情報が多すぎて、どれを書くか迷うところがあったりするものもあるんですけども、まあ、今回ぐらいね、ちょうどいい分量で与えられていると、非常にやりやすいかなと思います。ね、何が当たるかわかんないですので、もうその出た時の問題に、そのまま書いてある通りにね、書いていくしかないんですけども、変な問題とかもいっぱいたくさんあります。この重要なテキストの中でもですね、例えばテスト1の問題とかは、ややとっつきにくい問題だったかなと思いますし、まあ、今回のようにすごく素直なグラフだったりする場合もあります。なので、もうどれが当たるかわからないですから、まあ、いろいろ練習をしておいて、変な問題でもちゃんと一応、まあ、無難にこなせるっていうふうにね、練習をしておくといいかなと思います。はい。ということで、今回は、IELTS14 のテスト2のモデルアンサーを一緒に作成していきましたけれども、いかがでしたでしょうか。はい、皆さんのお役に立ちましたら、よかったかなと思います。ぜひチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。